はい、皆さんどうもこんにちは。バイオリン道場へようこそ。今日はまたしおりさんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。はい、1週間ぶりに、お会いして、この間が24日だからプラス7日ぐらいですね、うんうん、だから3ヶ月ぐらい、うん、ちょうど1ヶ月ぐらい。そうだね。で、前回の、お会いした時に左手の第3ポジションの指を押さえるっていうのを少し説明して、うん、1週間経ちましたことなんですけど、うん、どんな感じですか？とりあえず、耳ではまだ全然合わせられないけど、うんうん、あの、なんだっけ、うん、チューナー置いてやってる状態、うん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 、指の位置を合わせてる状態かな、そんな状態。とりあえずドレミはなんとなく、なんとなく抑えれるようになったかなっていう感じ、うんうん、そうですよね。だから結局、それが指の手の形ができて、うん、抑えれて、うん、でどうするっていう話になっていくから、まずね、構える構えて音を出すっていうことですけど、ドは出せるようになったですか？多分だよ多分。でも基本的にすごい綺麗に、左手がなるようになりますよね。前こう、それをこう一緒にやる前はあまり多分意識されてなかったと思うけど、うん、この手の形が痛いところないですもんね。ない。一番楽な位置に今来てるから、うん、だからその楽な位置でやるっていうのが多分一番大事なことかなと思って、うん、最初押さえ始めた時は手がつりそうだった。あそれはそうですよね、うん、あ、惜しいですね。もうちょっと上です。もうちょっと、ほんのちょっと、あ、上っていうのはね、そっちです。ちょっと行き過ぎかもしれない。あ、そうそうそう、いいですね、いいですね、うん、じゃあ次、レを行ってみましょう。あ、いいですね。で、そのレって、これちょっと豆知識的に、ここ、これと一緒じゃないですか。わかります？あ、うんうん、だから、2本同時に弾けば合ってるかどうかわかる。ならなかった。え、合ってる？それはね、あ、いや、大丈夫です。あの、1の指を離してみますか、一回。あ、間違えた。うん。こっち。そっちそっち。え？鳴らせない。あー、なんで？ん？あ、今、これがね、こう、うん、こっちも、押さえちゃってる、うん、触ってるから鳴らないけど、まあ、だから、こう、ただ押さえただけだと、ならないんだけど、ちょっとこっちに倒すとなるんですよ。だから、なんだろう、弦を押さえるときにも、こう単純にこうボンって押さえるだけじゃなくて、結構こっち動かしたりこっち動かしたりっていうのもゆくゆくはやれるようになるんです。うん、なるほど。だから、まあ別にあんまり気にする必要はないんですけど、今、うんうん、まあでもちょっと、あ、そういう風に確かめれるんだってのは知っていてもいいかも、うん、もうちょっと低く、レーレー、低く低く、あ、OK です、うんうん、で、3の指を伸ばして、その時にもう一度、1の指とかは離しちゃっていいですよ、自分の手が、指が都合のいいように、うんうん、ちょっと行き過ぎ、うん、惜しい、そのぐらい、そのぐらい、もうちょいぐらい、あー、いいですね。 OK 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 OK、 そこに気をつけ、うん、 OK です。で、それで例えばお家でやるときはってやってみると、ちゃんとドレミファってこうなるから、それで右手と左手を何でしょう、連動させるみたいな、今こっちはこっち、こっちはこっちでやってるのを、うんうん、こう合わせてやってみるっていうのもいいかもしれない。もう一回だけいってみます。どうから、 OK。 これアップにするとやっぱり音がなあ、本当やな、うん、本当本当ならないのよ、いつもそうで、松ヤニの問題かな、さっきの。うん、もうちょっと塗ってみましょうか、うん、よいしょ。動画回しながらですけどすいません確かに松ヤニがしっかりついてないとなりにくいっていうのは絶対あって、これさ、空気が乾燥してると松ヤニちょっと
頻繁に塗らなきゃいけないとかある？もしかして。 あんまり僕は気にしたことはないけど、でも、うん、あの引きにくいなと思ったらやっぱ塗った方がいいかもしれない。そうそう、音が鳴らない理由がこれが足りてないのか私の弾き方なのかがちょっと分からなくって。そうね、そう難しいところ。確かに弾き方ならこっちを直さなきゃいけないし、うんうんうん、なと思って、どうなんだろうなって思ってたの、うんうん、基本的にはある程度は弾き方でなんとかなるとは思うんですけど、うん、でもまあそれでもあまり弾きにくいのも嫌なんで、うんうんうん、少し頼ってもいいかなと。なんか目安としてはこう塗るじゃないですか、うん、でこうやってこう引いた時に粉が散ったら塗りすぎなんですよ。あ、はいはいはい、ちょっと弦がうっすら白くなるぐらいは OK、うん、なんですけど、あんまり白くなりすぎるようだと、うん、いやちょっと多いんじゃないって、ザラザラしてくるんです音が、うん、だんだん塗りすぎると、うん、だこれ僕 あの弓今いい状態なんですけど、これ引いてもあんまり変わらないんです、うん、変わらないです、うん、これは結構ベストな状態かなって思ってます。うん、擦りね、ここにこびりついてるものが弦に、ね、移っていくから、そっか、そうなんですよ、うん、どんな分野でも一緒なんですけど、どっか一つ うまくいかないところがあった時に、うん、原因だと思う場所が、うん、そこじゃない時があるんですよ、うん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 、でそれが例えばこうこうやって弾いた時になんかうまくならないってなった時に、ここに意識が集中してると実はこっちに問題があったりする、うん、で今見てるとこのままでってこう来てるんですね、うん、だからあの少しですね、あのこう弓が倒れていくのを小指で支えるときに、小指が割とあの突っ張ってはいないんだけど、割とこう頑張ってる感じ、それをもうちょっと緩めてあげると綺麗になるかもしれない。今ねこの状態のまま、あーそっか、これをこのぐらいに少しここを緩めて、ここを緩めてあげると少しいいかもしれない。もっと倒していいですよ、うん、こっちに倒す分にいくら倒してもここに当たらなければ大丈夫だし、うん、当たってもまあいいです